客くんです。今日は揚げ出し豆腐を作ろうと思います。まず豆腐、ごめんですね、まあ絹でもいいんですけど、豆腐で片栗粉、これで豆腐のあれ作ります。はい、もう何杯、うん、で水200リットルにだし大さじ1、ちょっと見ないで、酒大さじ2、みりん大さじ1、だし醤油大さじ 1.5、 で砂糖が一つまみ、砂糖ですね、はい、砂糖は一つまみ。薬味に大根おろしとか使いたいんで、僕は大根使います。あとネギとか生姜もですね、はい、以上が材料となります。で早速作っていこうと思います。大根おろしとかには先に、うん、もうちょっと傷んじゃってるんで、ここ捨てますね、一部捨てて、で、まあ、効果を向いていくんですけど、僕できないんで、4辺切って極力ミーティーのようにして、ちょっと待って、ほら、これでだいぶで切れたんですけど、ちょっとここ辺とか残っちゃったんで、顔を切り落とします。大根を切っていきます。こんなもんか、なんかな、薬味の大根おろしができました。で、豆腐の処理なんですけど、処理というか豆腐なんですけど、もう水切りします。まずあれあれ
だ。水の穴、まあ豆腐これですね、はい。これをまあまあ好きなだけに好きな形に切るんですけど、今回僕は8等分にします。8等分じゃないけど8分にします。はい、それでキッチンペーパーで、ああ失敗したね、これは失敗したな、うん、キッチンペーパーを使って豆腐の水気を切っていきます。こうやってくるんだり普通に拭いたりしてね、うん、小豆出し豆腐作るとき基本キッチンペーパーやっぱ使うんですよ、僕がやるとね、僕がやると結構キッチンペーパー使うんで、対して1枚使う感じかな、うん、1個とか1等分、8分したやつの1個に対してもキッチンペーパー1個使うって感じなんで僕、うん、結構贅沢に使ってますキッチンペーパーを、はい、初めて作った時はね、僕キッチンペーパー1枚で2つ3つやったんですけど、まあ最後の方水分が全然取れてなかったりしてたんで、これでも全然取れてないと思うんですけどね、お皿にな水分あるし、まあ、ね、うん、今回しどじどした料理になっちゃうんですよ、こう工程作って最初の方の工程は、うん、まっす、こうやってね、うん、8等分にした理由はそんだけの数が食べやすいからです僕は、はい、特に別にちっちゃい豆腐が好きな人はちっちゃくしてもいいんですよ全然、うん、あ、これもいいぞ、まあ、キッチンペーパーが水分だった時もう一個ぐらいいけそうやなと思ったらもう一個やってくるの全然構いませんので、水をしっかり取ってください、水気を、でここに片栗粉を豆腐にまんべんなくつけます、まんべんなくかいっぱいつけます、こんぐらいかな、衣つける感覚で片栗粉をつけます、まあ、1個試しにこんな感じにほら真っ白でしょ、まあ、元から片栗粉も白いんですけどね、うん、
これを8個やります。はい。ハンバーグの、あれですね、あれみたいなもん。ハンバーグかな、なんやろ。なんかでこんな工程やったんですよ、前作った料理家で。なんかその工程で似てるなと思って。ハンバーグじゃ、天ぷらや、天ぷら。天ぷらの衣つけの感覚っすよ。これ。うん。早くしないとね、水と片栗粉が混ざっちゃうんで、はい。早くしないでください。はい。僕、基本ゆっくりやってるんで、なんでもね。うん。ゆっくりしてる人間なんで、スローライフの人間なんで。うん。よいしょ。あかんわ。なんか、そんなことないか。いけるか。豆腐は、うん、こんな感じです。はい、豆腐。で、これをしっかり焼いていきます。しっかりね、しっかり。うん、しっかり焼く。まあ、火つけます。はい、やっぱ A ちゃんで電気ですけど、うん。で、油を伸ばして、伸ばしてから、あ、菜箸、菜箸だけ、菜箸、適当に温まったと思ったら。フライパンにこう油引いて、温まったと思ったら豆腐を置きます。まあいいかな、置いて。まあちょっと早いかもしれないけど、しっかりこれ豆腐を焼きます。これを使っとくと、片栗粉ももういいと。ごめんなさいね。これでしっかり豆腐を焼きます。
らいですか、はいと。全然早い。もっと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 。豆腐はこんなもんでいいかなと思いました。豆腐、はい、豆腐を、豆腐をのけます。まず、まずというか普通に豆腐をのけます。煮切り豆腐はこれです。ここにあんかけをかけていくんですけど、そのあんかけを作っていきます。
このフライパンで作ってもいいんですけど、まあ、あんかけってことで鍋を使います。水200入れます。水200、だしの素が大さじ1です。だしの素、はい、大さじ1です。だしの素大さじ1、酒が大さじ2ですね。はい、料理酒が大さじ2です。で、まあ、しみりょう、まあ、みりんですけどね、みりん、風調味料ですけど、みりんを大さじ1入れます。で、ここにだし醤油、味ですね、味というかだし醤油ですね、だし醤油を大さじ 1.5 入れます。1.5、 1.5 から2ですね。1.5 ですね。はい、これ。さっき砂糖も入れるって言いましたけど、砂糖は一つまみぐらいですね。ちょっとですね、ほんのちょっと。これでもこんぐらいですね。うん、見えるかな。ぐらい。ほんのちょっとでいいね、外は。で、火つけます。ほっといたらもうすぐ沸騰してくるんで、ここに水溶き片栗粉を入れます。まあ、先に水溶き片栗粉を用意しておきますね。はい、ちょっとだけ、ちょっとだけ、結構いるか。水溶き片栗粉をこれを、水溶きにしときます。はい、でこっちが沸騰してきたら、もうちょっと出してみない、これが沸騰してきたら、ここに水溶き片栗粉を入れます。もうちょっと待ちますね。はい、もう入れていいか。まあ、水溶き片栗粉結構入れたんで、とろみがつくのを待ちます。もうついた。こんなもんですね。こんなもんで水溶きあんかけができたんで、先に、よいしょ、ちょっと薬味をのせます。先に
ネギ、今回冷凍してたんで、今回はあの奥からだし、奥からだったその作る時に置いてませんでした。はい。でさっきおろした大根おろし、まあ、これは水分取ってきですね。うん。のっける。で生姜。生姜ですね。生姜も出来上がって乗っけたら美味しいです。で、あんかけを、このあんかけを乗せます。はい、揚げ出し豆腐ができました。